迷っちゃう、2人とも千葉か宮城か千葉
あ、レベル全然千葉なの。千葉どの辺？千葉の暴走。あ、そう。エンペラ、エンペラじゃない。優しく私を見て。オッケー、オッケー、いいわ、いいわ、来たわ。来たわ、ありがとう。本能覚醒してますね。はい。無事に撮影終わりましたね。終わりました。終わりましたね。はい。崎山翼です。黒の森です。こんにちは。よし、そうなんですよ、僕らがキャッサイズ、キャッサイズ、キャッサイズ、ここだけの話、表紙を飾って、あんまりあれですよ、世には出回らないんですけど、出回らないけど業界のみの、そう、販売なので、あの皆さん、くれぐれも情報の漏洩だけはお気をつけていただいて、はい、どうでした、今年1年、もうそろそろ終わりですよ。そうですね、まあまあ今年は結構まあね、黒羽くんと、うん、一緒にお仕事することが結構ありまして、なんとハワイにも行きましたから、これ、ああそうね、一緒にハワイね、それはそれはもう楽しくて、今年1と言っても過言ではない。お、マジですか。うん、まあこれを撮った次の日ぐらいにすごい楽しいことがあったらあれだけど今のところでね、うん、そうそうそう、今のところ今のところ、いやでもそれくらい本当にね、すごいいい旅をさせていただきました。どう、これはでもそうね、私何したかな、もう俺もその気持ちになっちゃうとハワイのことが、そうだね、その違うこと言おうと思った。でもすごい充実してましたね。充実してました。ありがたいことに。崎山さんの舞台を見に行ったりとか。そうだね。はい。今年はまたね。僕が次見に行くから。そう、見に来てください。すごいの作ってるんで。で、マリオくんにラーメンを奢ります。お、あ、そうなんだよね。奢ったもんね、俺ね。そうそうそう。前回、うん、公園見に行って、公園その帰りに。やっぱ僕ら二人は結構のんびり時間を、はい、使うんで。メンズなんで、あの、はい、ラーメン、あの麺って書いてメンズなんで、そうだったりラーメンだったりね、そう、あのカレーも美味しいところですから、あ、そこでもいい、うん、結構ね、あの二人ともグルメなんで、そう、回ったりして、お酒を一切入れずにアルコール抜きでお水で2時間ぐらいいける、はい、全然いってます、はい、なので、まあ、まあ、年末というか冬一緒ですしね。そうですね、経験なんですね。で、一緒ですので、はい、まだ飯食う時間が増えるんじゃないですか。そうですね、うん、まあこの撮影で分かると思うんですけど、ね、うん、僕らの雰囲気が出た写真表紙ね、なってんじゃないかなと思いますけど、顔ですのでぜひ売れるといいです、はい、ぜひ皆さんお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうやるんだっけ。マハロー。Hello.